麻雀スリアロチャンネルご覧の皆さん、こんばんは。日本プロ麻雀協会の上田優衣です。本日はスリアロ将棋部のアシスタントを務めさせていただきます。さらにアシスタントには最高位戦日本プロ麻雀協会より樋口清子プロにお越しいただいております。皆さんこんばんは。最高位戦日本プロ麻雀協会の樋口清子です。本日も読み上げの方を主にやらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、そして本日の解説には今回2回目の登場となる日本将棋連盟の瀬川翔司五段にお越しいただいております。瀬川先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、プロ棋士の瀬川翔司です。今回2回目の解説となるんですけれども、はい、前回も熱戦が多くて面白かったので、そうでしたね、はい、前回以上の熱戦を期待したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今回の対局者の紹介に参りたいと思います。ではお願いします。はい、麻雀連合のコンタニユキです。将棋が終わった後は渋谷駅まで歩くようにしています。よろしくお願いします。どういうこと？どういうこと？千駄ヶ谷から渋谷駅まで歩くようにしています。はい、ことか。はい、で20分くらい、はい、結構歩くね。はい、じゃあ次お願いします。RMU の奈良原和人と言います。将棋の方は一応アマチュア四段で、過去は立命館大学の将棋研究会の会長をしているところです。麻雀の実力的には周りの方と遜色ある方ですので、せめて将棋の方は全勝できるように頑張ります。よろしくお願いします。加藤です。同じく RMU の大島大輔と申します。まあいろいろ初めて、まあ、このスタジオにも来ましたけど、まあ、ちょっとだけ頑張らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日本プロ麻雀協会、福田聡です。今日から新しい人何人か増えましたけれども、今日もマイペースに、頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。日本プロ麻雀協会の鈴木太郎です。気力の方は、2-4で3球前後ぐらいですね。はい、今日も坊主は3段、2段、2段ぐらいです。上、10分なんか10秒、2秒みたいな、そんな感じなんですけど、今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。緊張だった。終了です。あー、よしかな。すみません、続きやったんですね。将棋は全然ダメなんですけど、まあちょっと勉強させてもらうためにちょっと読んでもらってるんで、レベルが上がるように頑張ります。名前をお願いします。あ、そうですね。日本プロ麻雀協会の鈴木達也です。よろしくお願いします。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。最高位戦の新井慶文です。今日はですね、新しい方ということで、新入部員でものすごい強い方が入ったと聞きまして、ちょっと負けちゃいらんないなと思いまして、これ見てください、これ。わかるかな、わかるかな。ちょっと上げた方がわかるかな。これね、ある将棋の先生をリスペクトして美容室で寝癖を作ってもらいました。ハムさん、お、わかりますか。これこれこれ。ということで、今日はこの寝癖に恥じない将棋をさせたいと思います。よろしく。はい、カットで。あ、じゃあそれではここで前回のこの門倉先生がいた時のサイン色紙の当選者の発表をいたしたいと思います。前回の当選者の方はトマトピューレさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。また連絡の方がいくと思いますので、ご確認の方お願いします。はい、今日もあるですね。そうですね、今日は、まあ、また今日は後ほどまたそれを言おうかなと思います。はい、はい、それでは本日のルールを説明していきたいと思います。スリアロリレー将棋のルールです。2チームに分かれてのリレー将棋を指していただきます。各30秒以内に指してください。なお時間切れのペナルティはありません。後手を指すと交代になります。各チームお助けカードを1局につき1回まで使用することができます。2分等の反則は基本的に指し直して続行とします。仲間割れは切腹にいたしますので、劣勢でも仲良く負けましょう。仲良くやりましょう。はい、仲良くやりましょう。仲良くしてください。ただ、ルール説明は以上となります。あれ、2チームって言いましたけど、今日3チームでした。3チームですね。今日はね、すみません、3チームです。いつもより1チーム多いです。振り駒ってどうします？じゃあ。
ね、初戦がね、奈良原さんと達也さんペアと、宇田さんと大島さんペアでやります、はい、じゃあ、はい、いつもみたいにいつもみたいにやっちゃってください。わかりました。じゃあ振り込ませます。あ、じゃあもう、あの、スタンプ、そうですね、さすがさん、チームの方は、はい、私と太郎さんがちょっとお休みです。お休みです。最初お休みですね。はい、先手僕でいいですか。あ、先後、先後で決めるのと、あとお助けカード使ってくださいね、はい、どっちがお助けカード使っていいですか。一回一枚、一人一枚、一人一人じゃない、一人一人それはやめてください。振ります。はい、座布団に振った。座布団5なんで、福田さんのところが先手です。はい、座布団に振るのがこっちでいいんですか。いや、いいと思います。大丈夫、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 大丈夫です。前なんか5番ダメみたいになりませんでしたっけ。大丈夫だよ、大丈夫。なんで勘違いですね。じゃあ頑張ってください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、あのできるぐらい強い方が並べるということなんですね。そういったところで多分カメラもこっちに来てます。あ、はいはい、はい、こんばんは。多分こっちにも来てますかね。はい、上田さんが振り駒をとても上手くなっているという話をしたところで、先手どちらになりました。そうです、こっからだとちょっと都が多かったです。都が多かったですよね。すね、どっちがね、こう手前で座ってここで都を振ったんで、あ、じゃあ先手はあれですね、鈴木達也さんと達也さんと奈良原さんチーム。ちょっと今回お名前、あ、ペンが出ない、黒が出ないですね。緑でいいですか。先手がそうですね、奈良原、あ、いいですね、カラフルで、カラフルで奈良原さんと達也さん、達也さん、今回ちょっと感じが逆っぽいって言われてる。逆っぽいって言われてる。先手は福田さん。あ、失礼しました。はい、失礼しました。先手が福田さんと大島さん、はい。福田さんからですね。そうですね。あれ、先手もしこっち来る。いや、来ない。ここで。で、福田。はい、福田、大島。まだ、ね、始まってない。大島さんは普通の島でいいんですかね。そっちに。うん、お願いしてもいいですか。僕今日打たないんですよ。そうなんですよ、ボスがいないという。僕ね、ウォーズでね、2段になるまで頑張ってるんですけどね、今日奇数になっちゃって出番がなくなっちゃったんですよ。奈良原さんと福田さん、はい、違うな、福田さんと太郎さん、達也さん、達也さんです。あ、もっと上に書いた方がいい。奈良原さんと達也さん、あ、打つじゃないですね、刺すですね、うん、失礼しました。いやいや、そんな細かいことはない。上に書いた方がいい。太郎じゃないよ。あ、じゃあ達也。達也さんです。すいません、この振り駒からここの先手後手の下りがいつもちょっとわたわたなんで。こっちが先でしたよ。こっちが後手。後手ですね。後手ですね、こっちが。後手。あとって書いておいたらいいですかね、こっち。あ、そうですね。あと。じゃあ先手。先ですね。はい、先。はい。オッケー。あ、はい、まま、オッケーですか、皆さん。始まりました。はい。もうスタートします。もうスタートしてます。そうですね、はい、7六歩ですね。はい、ありがとうございます。福田さん、大島さんペアが先手で、はい、福田さんが最初7六歩。これ何て交代、はい、あ、後手交代ですね。あ、後手が3四歩。で、2六歩。はい、2六歩。あれ、8四歩。こうして、こうして、こうか。あれ、そうなんです。とっても早いんですよね。奈良さん、なんか振り飛車党と聞いてましたけど、どうですか。あ、居飛車党もおっしゃってましたよ。これでも居飛車ですね。はい、あの飛車の先をついていくのは居飛車という戦法なので、はい、奈良原さん、あんま読んだんってことですけど、いやいや、かなりあの大学将棋で先手が6六歩です、はい、活躍されたそうなので、後手が8五歩です。昔、結構昔から奈良原さん知ってるんですけど、うん、ずっと将棋好きだって言ってて、はい、って聞いてて、まさかこんな形で会うと思わなかった。お客さんで会ってたんですよ、私。お客さん、はい、奈良原さんがお客さんで、お客さんのお店に麻雀遊びに来て、手が77角。じゃあその頃奈良原さんはプロではなかった。全然なくて、はいはいはい、へえぐらいで将棋好きのお兄さん、うん、はい、お兄さん、とて42銀。立命館大学っていうと、あのもう関西で一番強いって言うと文句あるとこもあるんであれですけど先手8、7、金です。
で、なんか奈良原さん の, その一緒に将棋やってた人がスタートが当時働いてた3二金です。よくやってみたみたいです。なるほど。ここで交代しましたね。ここで交代ですね。スピーディーですね。はいはい。先手8八銀です。あ、全然私こんなに早いの初めてです。はい。そうですね。達也さんは、達也さんといえば棒銀なので、達也さん、ね、そうですね、達也さんといえば棒銀ですから楽しみに来ましたね。これの何銀超早い、早指しですね。早いですね。え、こんなに早いんですか、将棋って普通。まあまあでもちょっともうちょっと、ね、考えてもいいかなと思うんですけど、今までと雰囲気が違いすぎて早いですね。しかしここで、ここでも作戦の岐路ですね。うん、まあ、7二に今銀が、達也さんの銀が上がって8三に上がればこう棒銀という戦法になるんですが、上がらないですね。まあ、それを含みにして、はい、後手4一玉将です。はい、やっぱり玉は、うん、早い早い早い。先手6七金。今大島さんと達也さんですね。はい。なんか今までだと結構みんなゆっくりだったんで、これ何ですかみたいな聞くあれがあったんですけど、はいはいはい、何ですかって聞いてたらもう3手ぐらい進んでるから、うん、そうですね、あっという間に聞く暇なしみたいな。後手3一玉。よかった、初日にこんなに早くなくて動かせなかった私。確かにもうそうですね、もう完璧ですね、動かすの動かすだけみたいな。先手6、9、はい、6、9玉ですね。ルールは全然分かってないです、未だに。いやいやいや分かってますよ、もう。今度小学生と一緒にやるんですよ。え、何ですかそれ。なんか知り合いがこれ見てて、はい、もうちょっと覚えた方がいいよって言われて、なんか将棋教室をやってる人で、小学生に教えるからおいでって言われて、分かりましたっつって。これは、はい、でも小学生の人には多分教えてもらう感じ。これ何って小学生の子に聞くんだろうな。いや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 、でもやっぱ子供はね、すぐ強くなりますし、はい、ね、遠慮ないですから気をつけて。大人なのに分かんないの、こんなのもとか言われて怖っと思って。そうですね、これはあの達也さんが棒銀に出ましたけれども、この棒銀は、うん、これが成功するかどうかですね。成功するかどうか、まずは、はい、はい。隣でも知り合ってますね。8四銀ですね。はい、8四銀です。今回はですね、3チームを作ってまして、その3チームの総当たり戦っていう感じになってます。うん、先手が2五歩です。はい、そしてこっから奈良原さんに変わったのかな。あ、はいはい、そうですね、もうこっから今奈良原さんが考えてる感じですよね。はい、ちょっとゆっくり、あっという間ですね。なんかスピーディーなんで、はい、お助けありますね。各チーム、1回だけ使うことができます。はい、もう、あ、そうですね、うん、このもう一組は、太郎さんとケイブンさんのチームが、はい、この曲はお休みで、はい、次、まあ、この三三角は飛車先を交換させないようにということですね。ただここで6八角と引けば、はい、やはりこの地点は交換できるので、はい、いつかこの6八角は指したいですね。はい、銀上がりました。4八銀です。あ、7四歩、はい、これは大事な手ですね。大事な手ですか。やはり8四の銀を使うには、こちらに出るとこの角で取られてしまうので、はい、7筋から使っていこうということですね。はい、福田さん考えてますね。あ、女性は刺さないの。コンタニさんはですね、ちょっと、今回はこの チーム戦には入んないんですけど、私となんかちょっと後で刺すかもみたいな。なるほど。聞いてないんですけど何も。エキシビジョンマッチ、はい、エキシビジョンマッチが何か用意されてるようですね。何にも聞かされてないですけど大丈夫なんですかね。頑張って、多分ボコボコにやられるんだと思う。いやいやいや、私が応援してますよ。応援してますよ。応援してますよ。いや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 、いつもおんぶに抱っこしてもらってます。いや、こちらこそです。5四歩、後手です。すべてボスのアドリブで運行してます。そうなんですよね。そうね、今日に限っては結構決まったこととか、いきなりなんか、
はい、そ今日出場者来るまで知らなくて、私も知らなかった、はい、私も知らなかったですね、こんなにぎやかになってるとは思わなかったですね。先手7七銀です。しまいには最後来るのあの人来ないのみたいな感じになってましたもんね。そうですね、この7七銀も大事な手ですね。これで櫓のこれ指したのが家がね完成しました。うん、なんか福田さんが指したいってか大井さん、あ、大井さん来ると思いました。そうですよね、来そうでしたよね。その代わり四角を二人も連れてきました。うん、後手が5二金です、うんね。大井さん気分的には歩をこう前に出したからですよね。自分が先に行くように。そうですよね。とりあえず吹かれてるみたいな。とりあえず。あ、こんにちは。どうぞどうぞ。こんにちは。入ります？いやいや大丈夫です。でも座っててください。私は立ち見で。立ち見なんで。ぜひぜひ。顔半分だけ映ってますよ。あ、まあいいんじゃないですか。頭だけ映れば。あ、本当ですか。あ、寝癖がね。寝癖が映ればいいんじゃないですか。なんか違うのに出てるっていうことか。先手が7九玉。なりましたね。はい、うん。さっきちょっと紹介、こちらではね、声が聞こえなくて。はい。ああ、はい。なんかね、すごい面白そうな。そうなんですか？はい。あら。私たちはまだ、あれさんが何を言ったのか。僕が何を言ったのか聞こえてなかったんですか？皆さんに。いや、私たち2人だけです。僕たちだけです、ね。なるほど、なるほど、なるほど。あの、僕、これあれですよ。だってほら、寝癖といえば羽生さんじゃないですか。ちょっと今日は気合い入れて。美容室で寝癖作ってきたんですよ。なんでそんな面倒くさいこと頼んでるんですか初めてオーダーされたって言われましたよ。でしょうね。さすがに寝癖作ってくださいっていうオーダーは初めてですって言われました。キューピーちゃんにすればって言われてます。キューピーちゃんにすればって何ですかそれ。おばキューってキューピーかおばキューみたいなこれちょっと一つ聞いていいですか、はい、これこっちの奈良原さんと達也さんのペアって多分気力差がすごいんですよ。あ、奈良原さんがものすごい強くて、はい、達也さんがすごい勉強中なんですよ、はいはい、でそういう2人とまあまあの人2人だと、はい、どっちの方が後手が9五銀です、はい、合体すると強くなりやすいんですか。まあまあの方が強くなりやすい。まあまあ2人の方が強くなりやすい、はい、やっぱり力が近い方が、うんうんうん、あのやっぱ考え方が似るので、うん、ほう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 。あ、で奈良さんペア、奈良さんがうまくリードできるかどうかですね。なるほど。手が16歩。うまく達也さんが指しやすい局面に持っていってあげられるかっていうことですか。そうですね。それってめちゃくちゃ難しそうですね。難しそうですね。うん。最悪達也さんがお助け使うんで大丈夫です。ああ、なるほどなるほどなるほど。そうか、お助けはありますからね。もう完全に声しか乗ってないですね。多分、まあ、若干この画面見ると自分が映ってるのも。ああ、本当だ本当だ。ちょっと後手が5三銀。まあ、これ駒組みとしては先手の方が銀の方ですね。綺麗に。あ、ごめんなさい。綺麗ですかね。先手の方がやっぱ櫓がしっかりしていて。あ、歩ついていきます。先手が1五歩です。あ、ここまでで。先手の方が形がいいですね。で後手も棒銀で行きたいんですけれども、うんうん、8六歩は同歩同銀の時にこの6八の角がいるので、うんうん、こう取られてしまって、うん、これ攻めにならないんですね、うんうんうん、棒銀に行きたくてもまだ行けない状況なので、うんうん、あ、後手は6四銀上がってます、うん、だからさらに銀を攻めにプラスしましたね。これは迫力がありますね。あります。福田大島チーム、はい、逆か、うん、奈良原さんチームですね。奈良原さんチーム、はい、金を出していったのは達也さんですね。でも福田さんと大島さん先ほど2人で将棋させていて、はい、アイアグラやってましたんで、はい、この戦型はいいんじゃないですか合ってるんじゃないですかね、はい、後手が3七銀です、うん、綺麗な形してますね。綺麗な形ですね。そうですね、うん、ただもう後手ももう7五歩と攻めていきたいですね、うんうん、おー2つの銀でいくってことですか、ダブル棒銀で。おお、かっこいいなダブル棒銀で行くのかな。おー、うん、はい、行った。おー、行った行ったはい、7五歩ぶつかりました。これは迫力がありますね。ダブル棒銀ってあんま見ない初めて聞きましたその言葉ダブルボギーダブルボギーみたいですね。なんかダブルボギーダブルボギーあんま良くないあんま良くないけど良くないで、ね、あ、でもこれダブルボギーに隠れするかもしれない。先手が7五同じく歩歩を取っていきます。取ると思うんですけど、あ、交代で交換
交換ですね。え、何この形すごい、この銀2つこれ同銀でこう歩を打つと、ここであの棒銀の手筋があるんですよね。同じく銀でここまで行って、はい、ここでこれもし歩を受けたら時に、はい、こう引いてしまうとちょっとつまらないんですけど、うん、ここで8六歩と行くのが棒銀の手筋ですね。はい、でこれ銀を取られても8七歩成として、これはあのこの金を取り返すことができるので、うんうんうん、棒銀が成功なので、はい、これは7六歩とは、あ、そうですね、牽制しましたね。歩を使っていきました。ほうほう、飛車取りに。あ、こうやるもんなんですね。先手が4六歩です。あ、いやいや、ごめんなさい、ありがとう、これはさすがの手ですね。まあ、今言ったように7六歩は8六から攻められてつまらないので、うんうん、4六角で牽制をして、5五歩、はい、5五歩です。これは攻めますね。攻めますね、後手が攻めてますね。仕掛けていってる感じですよね。なるほど、これはでも、はい、コメントでおばきゅうって書かれてますけど、それは新井さんのことですかね違うかな、これかなちょっと今ちょうど画面に出てるんで、これ今回も全員のサイン色紙あります。はい、はい、お願いします。はい、こちらを、ご覧いただいている1名様にプレゼントを差し上げます。応募フォームが、はい、今上の方に出てるかと思いますので、そちらの方に、クリックしていただいて、ぜひご応募ください。色紙じゃないか、センスか色紙って言っちゃった今回ちょっと人数多いですね。みんなの名前があるかな、あるかな、なんかないかも、ボスの名前とかないかもしれないですけど、出てないからいいそしてまだ追加がある、はい、まだちょっと多分追加されるかと思います。2人ぐらい書いてないんじゃない、まだ書いてない人がいますね、はい、後で書いてもらって。これはちょっと盤上お願いします。ダブル棒銀、ダブル棒銀が来たんじゃないですかね。来てますか、来てば。ダブル棒銀っていうのは、銀が2つ来てるだろ。聞いてくださいよ、なんで僕らこそっと聞くの。僕いますから、いますから。私一生懸命解説してるから邪魔したら悪いなって思って、ちょっと暇そうな人に聞こうと思って。ダブル棒銀は今作った言葉ですけど、あの銀が2つ今並んでるので、あのダブル棒銀、この銀ですね、銀でこうやって攻める、これは棒銀って言うんですよ。はい、さらにもう一人ので、ダブル、ダブル、ダブルで、ダブル。そうですよ、先生に聞きますよね、普通。そうですよね。なんで僕にこそこそ聞くのかって話ですよ。銀で行きました、先手が。はい、8、6、銀です。そうですね。あと何手で交代ですかね。これはでも、いいんですよね。これどっちの銀で行ったらいいんですか。そうですね、やっぱりでも端の銀の方が働いてないので、こちらで取った方が、でもおそらく同歩同銀と進むと思いますけど、でこれでこう取って、いやこれ棒銀が結構な迫力ですね。成功してます、成功してます。え、どうするんだろう、こうなったら、いや普通成功しないんですけどね。普通成功しない、ダブル棒銀はなかなか。え、そうなんですか。いや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 、これは新しい戦術、新しい、ね、おお、はい、もう終盤ってコメントがありますけど、もう終盤なんでしょうか。そう、もう終盤の入り口ですね、はい、早い。形勢はどうですか。まだ取ってないか、取る一手でもないですかね。形勢は、いや、あ、でも後手が、後手いきます。はい、後手の棒銀がうまくさばけたので、後手が面白いんじゃないですかね。お、この奈良原さん、達也さんペアですね、はい、すごい攻撃力ですね、なんか。ただここで交代です。なるほど、なるほど、変わります。ここが、勝負どころ。お助け来る、あ、来るんじゃないですか。お助け来るかもしれないですよ。あ、そうです ね、うん、ね、絶対達也さんの時に使ってきますよね、さすがに。さあ先手が、はお、8四歩、歩が落ちてきた、すみません、大丈夫、ありがとうございます、申し訳ます。8四歩、違うところから取りました。8四歩、あ、いいんですよね、8四歩ですね。これはあの、まあこのまま飛車筋が通ったままだと怖いんで、まあ8四歩で
飛車をちょっと近づけて受けようということですね。助けてが来ましたね。ここで来た。来ました。なるほど。じゃあ達也さんいらっしゃい。ちょっと私たちはちょっと邪魔なんで、はい、お出かけします。また後ほど。あ、これ持っていきましょう。こっちもうちょっと行った方がいいかな。いやいやいや、いい感じです。いい感じです。いい感じです。どうかなと思って。どうぞ。タイミング的にはいいんじゃないですか。はい、あ、これはそう、一番いい時に来ました。ですよね、はい、これ、ここ勝負どこだなと思って、はい、暴言しかしない、僕が。いや、もう暴言大成功で、うまくいってます。ですよね。で、まず8四歩垂らされたんですけれども、これ取っちゃダメですよね。まあ、これ取るとですね、取っちゃダメなんですか。おそらくこう8七にこう1回歩を受けるんですよね、はい、で、これ勢い取りたいんですけど、はい、この後、この地点が銀の利きがなくなってしまうので、こう角を打たれて、これ大手飛車、大手飛車、これはまずいですね。大変なことになるとこだった。大変なことになる。だからこの8四の歩はちょっと取りづらいんですが、はい、この僕のこの次のおすすめは、ここにこれですよね。これ俺も強い。そうかなと思ったんです。8八歩をまず打って、はい、同玉と取ったら8八歩、ここに 6九に角を、6九角ですか。はい、はい、で、この次の狙いはこれ8七に銀を打つんですよね。え、でもし6九角打って、はい、もしほっとけば、はい、ここ8七に銀を打って、はい、で、角がこの頭に効いてるので、はい、同金同銀成と攻めると、はい、これもう取れないですから、はい、まあ、引くしかなくて、もう金打てばこれもう詰みですね。はい、で、この6九角が結構受けづらい歩があれば歩打ちたいんですけど、はい、これ2歩で打てないので、はい、で、まあ、銀とか受ければ、まあ、7五歩ですか、8七歩とか、はいはい、いろんな攻め手が効くので、これだとここに歩打つと、これ歩打つとまあ取るんですよね。で、まあ取って、まあ、これも難しいんですけどね、はい、同金で、まあ、ここに銀を打ったり、ただ取っちゃうのがまずいですかね。あ、それも、それもいつか取りたいですね。ただ取った時にやはり王手じゃないと、はい、この7五の角があるの で、 そうです、ね、王手飛車に気をつけていいタイミングで8四飛車と走りたいですね。なるほど。まあ、まあ、これもし受けたら、そうですね、受けたら、まあ一回こう寄せちゃう、一回我慢してですね、で、王手飛車をなくしてからこの8四の飛車を切り札にしたいですかね。王手飛車をなくしてからか。で、この金をどっかで寄りたいんですけど、で、もう一つ8八歩は当然他の駒で取ることも考えられる。まあ同金と取れば、はい、まあ、いくつかあるんです。これも普通にもう8七歩打って、はい、もう8八銀と、はい、もうこっからガリガリ攻めて、はいはい、取るしかないですもんね。そうですね、取るか逃げるかですけど、まあ取ってなって、なって、まあ同飛車か同玉かですけど、同飛車ならこの場合は、まあ、走る手もありますし、重いようですけど金を打ってしまう手もありますね。で、逃がして、まあ角を打ったり、まあどっかでやっぱり金を打っときたいですけどね。はい、大手飛車取りだけは気をつけろ。そうですね。でもやっぱり甲府が一番いいですか。そうですね、甲府を打ちたいですね。で、相手の出方を見て、で、まあ同金、まあ、とにかくちょっと拠点を作って、まあ、すぐ打ち込むかわからないんですけど、はい、どっかでこの手を、はい、わかりました。金寄りを入れて、とりあえず結構有利に、はい、うまく指してると思います。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。かなり有利なんじゃないでしょうか。いや、うまく指してると思います、ね。ここでお助けを使うタイミングがもう本当にいいですね。ね、まあ、ただまあ、はい、あ、大島さん、こう言って、こう、次に大島さんがお助けは使えないんですよね。なんてか刺してからじゃないと、ね、大島さんはお助けを使えないです。すぐに行けたら、はい、あの同じことを言うことになっちゃう。そうなんですよ。本気ダンスはね、ちょっとまだだね。本気ダンス。ダンス踊るんですか。ダンスは昔バレエを習ってましたけど、
踊る方の踊る方の、ね、踊る方の、ね、体柔らかいんですか。体、あ、でもだいぶもう硬くなるんですか。硬くなりました。やめちゃってから。じゃあ後で何柔軟やってくれ。いや、今もう全然できないんですけど。いや、なんかね、ダンスを昨日一昨日足立瑠璃香さんとゲストに行った時に、うん、なんかヒューミンダンスしてって言われて、なんかダンスした写真を載せたんですよ。北海道行ってたやつですよね。北海道行ってたやつ。見た、ね、はい。さあ、後手が先生のお助け通りの八八歩を打って先手は8八金で同金と取りましたね、はい、金と取っていきました。ここで、ここは、あ、そうですね、8七歩と一回拠点を作って、はい、まあ、おそらく寄るんですけど、うん、まあ実はここで結構指し手は難しいんですよね。ですぐ攻めるよりやって一回なんか貯めたいですかね、うん、4二金と、はい、先手が7八金。ここで寄っておきたいところ。そうですね、どっかで4二金と寄りたい。少し時間を使ってます、うん、あ、ちょっとなんか攻めの方に行きたい感じですかね、うん、なんか遠くから。あ、でもまあ、あ、はい、いや、これも銀を打っていきます。8八銀です。大島さんは遠くから盤を見る人なんですね。大島さんはそうですね、盤からすごい離れてる、うん、画面からだんだんいなくなってて怖いです、うん、気持ち迷惑なっちゃう、うん、なぜですかね、あれは。でもやっぱ遠くから見た方が盤面を広く見える、捉えられるってことですか、はい、ということでしょうね。なるほど、こうやって上から離れて見てる方が見やすいですもんね、うん、そういうことなんですね。おかしましたかね。そうですね、同歩成。まあ、これは必ず取りますね、はい、これでどっちで取るかですね。まあ、先手は6七金。後手が8八と金作っていきます。これはあの、もし同玉ならばこれ6九角打つ手が、これは厳しいですね。でもこれは教えてないですけど。まあ同飛車の時に、飛車で取るんですかね。飛車で取りました。先手8八、うん、同じく飛車です。このパターンは、これはでも奈良原さんにうまく渡せれば、はい、あ、引き続きできれば、はい、なんとかしてくれるかもしれないと、はい、でも次の手はまあ8七金、まあ、重いですが8七金と打つか、はい、まあ、8四飛車と走るんですけど、まあ、どちらでも、あ、そうですね、8七金で。これ先手の人なんかあんまり王様守られてない感じなんですね。そうなんですね、今ね、攻めに攻められてるところですね。ここでなんかしてますもんね、ずっと。これは後手ペースですね。そうですね、奈良原さん、達也さんペアの、あ、これは、あ、来た、助けてです。ここで福田さんが助けてしました。ここで福田さんの助けて、いいタイミングじゃないですか。いいタイミングですね、うん、あ、先手のタイミングだけど、どうしようか。お助け、はあ、なんかちょっと困りますかね。お疲れ様です。あ、どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ座ってください。すみません、どうなんですかね。とりあえず飛車は逃げるとして、これはその後ちょっと今は苦しい局面ですね。で、飛車は逃げるしかないですけど、はい、まあ、逃げ場所はもうここですね、はい、あ、そうですか、はい、他のこういう場所だと4九角とかいろんな傷があるので、まあ2八に逃げて、2八に逃げて、はい、でこの後どういう感じで攻めれますかね。ここで、まあ、相手はおそらく8四飛車と取るか、なるほど、はい、あるいは一回4二金と貯めるかなんですけど、あ、はいはいはい、まあ奈良原さんなら、金寄るかな。なるほど。まあでももし金を寄ったら、はい、ここに寄ると危ないので、あ、まあ、もう逃げちゃう、逃げ出しちゃいましょう。はいはい。で、まあ8四飛車とかやってくるでしょうけど、はい、そこでもう2四。なるほど。
同歩に同歩に五歩を垂らしてと。ほうほうほう、なるほど。何もしないと銀打ち込んでいますか。何もしないと銀打ったり飛車したりですね、はい、はいはい。同金だと、同金だと、いやこれどのぐらい厳しいかわからないんですけど、まあでも歩をいっぱい持ってるのでこういった攻めでもう一回叩いて、ええ、やっていきたいですね。こう角を打つような、ああなるほどなるほど、まあ、飛車がなんか、まあ、歩を受けるような手なのか、はいはい、まあ、こう歩を打ったりとかですね。ああ厳しいですね。で金寄った場合は、はいはい、まあ、一回王様を逃げ出して2筋から攻めると、こうですね。とりあえずもうこれは絶対上がった方がいいですね。はい、そうですね、はいはいはい。でまあ飛車を走ってきても、はい、まあこれも上がりますか。上がりますか、はい、これも上がって、なるほど、とにかく逃げ出して、うんうん、こういうあの2四歩からの反撃にかけると、まはいはい、あとこれはまあ銀が動けば7五角の王手飛車があるので、あなるほど、でもなかなかは攻めづらいとは思います、うんうんうん。あとちょっと怖いのは角なんですけど、はいはい、うん、これはまあ逃げるのはちょっと香車でも、まあ、しょうがない、逃げますかね、うんうん、逃げて香取って、はい、まあ、こう突き出して、おお、なるほど、突き出す、勝負しますかね、はいはい、これで次にこの突き出すっていう手の狙いっていうのは、いやまあ角を打つですとかね、はいはいはい。まあでも角は打ってこないと思います。そうですか。あのじゃあまあ飛車で歩を取るか金を寄るか。そうですね、金を寄ったら一回逃げ出してから、はい、こっちから攻める。なるほど、はい。まあでも飛車でももう飛車でも一回逃げる、一回逃げて、あ、うん、たくさんの歩を生かして攻め合いにしましょう。ちょっと苦しいですけど、ね、ここでも、はい、奈良原さんのターンをなんとか、まあね、ちょっと頑張れてきます、なんとか頑張れば、はい、じゃあありがとうございました、はい、失礼します。さあ皆さん解説聞いてましたか。私は全く聞いてなかったです。あ、いやすいませんコメントまた皆さん聞いてましたか。このタイミングで使われてちょっと微妙じゃないですか。こっちがね結構いい感じに来てただけに。いやでもいいタイミングですよね、はい、そうですよね。ここで受けを間違えると一気に持ってかれてしまうので、うんうん、あ、あ、すいません、ありがとうございます。 ありがとうございます。聞いてましたちゃんとみんな。これあれなんですよ、結構なんか私がいろいろこの辺でバチャバチャやってて解説を聞けなかったと言ってスリアル将棋部を2回は最低見ないといけないって言ってる。でもいいですね、タイムシフト、ね、あ、そうですね、番組的にはいいのか。分かりましたね。そのプレゼント応募もあるんでね、はい、2回ぐらい見ていただけると、はい、ぜひ解説はタイムシフトで見るもの、うん、そうですね、まあ、ほらこの下で頑張る手もありますけど、ここね、やっぱり一回逃げ出した方がいいですよね、金銀の利きから。はい、うん、でもこうなるとさあ銀を引いていきます。はい、これは後手が7五金、奈良原さんですね、もう後手の方は、うん、これは大人の手ですね。大人の手、はい、と言いますと、いやいい手ですね、うまいということですか。うまい手です。やっぱり、はい、ちょっとこの2枚の金が重いので、うん、ちょっと軽くしつつこの飛車先を、金がいなくなれば慣れますんで、2四歩です、うん、これはでも攻め合いですよね、はい、奈良原さん見てて強いですか、うん、先生から見てて、うん、強い。七五銀はいい手ですね。へえ、嬉しい。これ絶対奈良原さんタイムスリップ見てニヤニヤしてる、ニヤニヤ、うん、喜びそうなあ、これはそうですね、今度は一回はしょうがないですね。さてが2四同じく歩です。でやっぱこう歩がたくさんあるときは、はい、まあなんかとりあえず2二歩、上田さんマイクの位置をちょっと変えてほしいと、ちょっとずれすれちゃって、さっきまでねマイクつけてなかったんですけど、あ、そんなことがあるんですか。なんか大丈夫そう、大丈夫そうですか。マイクつけないでここ置いときます。うん、2三歩も、2三歩、あ、歩を垂らして、はい、これもいい手だと思いますね。はい、
ぱり後手玉2二に入るとしっかりする形なので、ここ逃げれないように2三歩と。はい、後手は7六歩。おお、垂らしですね。歩を垂らして。これもタラちゃん。おお、タラちゃんです。タラちゃんですね。はい。タラちゃん、そうか、タラちゃんは次に金を寄って飛車を成っていこうという狙いですかね。なるほど。そしてもう一回なんか歩を。歩を持ちましたね。お、いけた。あ、先手は7八歩、打っていきます。これは激戦になりました。少し戦いが長引きそうですかね。さっきより。はいはいはい。これいい勝負ですね。いい勝負。お、歩を取ります。後手が2三金です。はい、まあ、ちょっとこう金が離れてしまうんですけど、やっぱりこの歩を垂らしたままでは戦いづらいということですね。はい。もう処理しておこうっていう感じですか。向こう取られるとどうするかな。はい。お、お、来た。先手が8五歩です。飛車はどこに行きますか、これは。まあ、これはでも取るのがいいと思いますね。あ、取ってしまうってことですね。同飛車と取るか、まあ、場合によっては4四に回って、はい、4七飛車成を狙うような手もありますけど、はい、まあでも同飛車と取ってお化け来たってお化けってどんなのでしたっけ。お化けの九太郎知らない。え、本当に知らないんですか、お化けの九太郎。お化けの九太郎知らないとかあるんですか、そんなの。あの飛車で取ってきましたあのお化けって、え、お化けって何ですか。藤子 F の漫画知らないんですか。いや、ドラえもん、ドラえもん的なやつですよ。ドラえもん的なやつ。めっちゃ主題歌歌いたいけど歌歌っちゃうとまずいから藤子 F のちょっと我慢して。パーマンとか知ってます、うん、パーマンは分かんないです。いや、お化けも分かってなかったです。お化けは分かんない。ドロンパとか知らない。ドロンパは知らない。ドロンパは何。なんでお化け、え、同じやん。どっちかってドロンパっぽい。ドロンパって何。だってお化けとドロンパってアメリカ生まれのお化けですよ。ドロンパ先手が銀を打っていきました。9六銀です。ドロンパはアメリカですよ、うん、そうですよね。アメリカのお化けですよ。アメリカのマークが体がピンクなんですよ。北海道にはない。同じアニメの中に出てくるんですか。そうです。そうだよ。あ、でもお化けを知ってくるうち見たことはないんです。なるほど。そうですよね。なんとなく、いや、なんとなくじゃなくてがっつり分かりますけど、見た目とかビジュアル的なものは。ジニーシャ、宝子がつるやつ。これも浮いた方が良かったですかね。あ、まあでも、はい、ちょっとこれ8三歩叩かれて、うん、飛車に6一角というのがちょっと気になりますね、これ。あ、本当だ。こうですか。飛車6一角と、あ、まあ、引けば一応金を取られないんですけど、ここで金をこう取って。いや、全然知らないみんながいる。ああ、なるほど。あ、でもそうはならなかったですね。今のと飛車になっててこっちを取られちゃうみたいな感じになる、ね、だから浮いた方が高く変化がなかったので、はいはいはい、よかったかなと思ったんですが、僕は8号に歩を打ちましたね。8号に歩を、うん、まあでも飛車の侵入を、あ、そうだ、先手の歩ですね、防ぎながら、はい、まあ、これほっとけば8七の金を取るぞという手ですね。なるほど。金を引きます。引いて後手が8六金です。うん、いや、熱戦ですね。これは熱戦ですね、うん、まあ5四歩ぐらいですかね、うん、今はどちらが、うん、さあ今先手の手番ですが、これどっちがいいかよくわからないです。そうですよね、なんか、うん、いい勝負。瀬川先生的にはちょっとどっちが良さそうとか。まあ、今でも奈良原さん、達也さんペアの方持ってみたいですね。やはりこの9六の銀が遊んでるというか、はい、今一つなのと、なるほど、先手が7一角、うん、これはどうですか。これはまあ輪を作ろうということですね、はい、まあ、飛車取りなので7二飛車確実に馬にはなれますよね。ですけど、うん、で、まあ、2六にこうなっているという飛車は、はい、7二飛車です、はい、でこれ角取りなので、まあ、6一銀という手もあるんですが、6一銀ですか、はあ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 、はい、ただまあ、あ、はい、そうですね、でもちょっと
やっぱ角取られるのも大きいんで2-6になりましたね。角が馬になっていきます。うん、次にまあ6-1銀を狙ってですね。うんうんうん。ただまあ後手ももう今更そんな受けてられないので、まあ8-8ですとか、あるいは9-5からこの銀を取りに行くとかですね。あ、9-5つきましたね。これ助からなくないですか。この銀はもう助からないですね。まあ、ただ取らせてる間にどれだけ嫌味をつけるかという。なるほど。まあ5-4か6-1銀でしょうね。まあ、先手は何かやらないと、はい、5-4です、はい。まあ、ほっとけば5-3にこうと金を作る狙いがありますね。これ馬が効いてるので、はい、うん、これもちょっと受けづらいんですが、あ、でも奈良原さんなんですね。うん、奈良原さんに、あ、もう交代してます。超奈良原さんが時間使ってる。うん、ここはさあ、これはどんな、これはそうですね、4-4角で受けましたけど、うん、これはでも取られて同歩に6-1銀って今度はちょっと厳しいですね。あ、さあ、何か作戦があるんじゃないですかね。お、取った。その通りになっていきます。この後ですね。はい、そうですね。どう馬で6-1銀打っても飛車取れるわけにはいかないので逃げるんですけど、はい、今この形になってますね。筆取っていきました。本当に4-3に角が打てるのが大きいですね。うわうわ、またはこう5-3に角を打ってこの銀取りにするという手もありますね。あー、なるほど。どちらも厳しい。さあ、これは6-1銀が飛んできそうですね。打てれば先手が、うんうんうん、あ、銀持った。これはね、打てそうですね。銀持った。あ、打った。おー、福田さんが、いや、さすが福田さんクラスは当然間違いないですよね。これは奈良原さん、奈良原さんでもこの局面は分かってたんじゃないですか。やばいと思うかもしれないですね。気づかれたみたいな、そこはみたいな感じなんですか。ここは、うん、はい、飛車を6-2に寄ります。この終盤になってきたからちょっとピリピリしてますよね。そうですね。おばきゅうなんて言ってる場合じゃない。そうですよ。こうなるとちょっと銀を取る暇がないですね。確かに、うんうん、まあ、取りますね、はい。先手5-2銀が鳴ります。これはどうし取るしかないですね。荒井さんどうですか。いや、もうこれは先手を持ったら多分僕羽生さんにも勝てますよ。羽生さんにも勝てます。本当ですか。そんな言い過ぎたかな、これ。さすが。いやいやいや、本当です。寝癖がやっぱりあるだけ。再会者がいっぱい出ちゃうから。いやいやいや、すいません、言い過ぎました。再会者が出ちゃうから。本当すいませんでした。言い過ぎだろうって。おばきゅうのくせに調子に乗ったって言われてますよ。まあ、次の対局の応援に響きますね。4-3と5-3両方ありますけど、多分もう5-3の方が厳しいと思います。さあ、5-3ですね。はい、角打ちです。おこれはきつい。大会しないでください、皆さん。大会はやめてください。新井さんに大会さすんで。角合わせる。角合わせはあるんですけど、でも金ペタって打たれてダメですか。そうですね、取る手もありますし、まあ、この4-3金もかなり厳しいですね、はい。いや、これきついですね。うん、でも角には角で、はい、合わせていきました。後手は4-2打ちです。うん、あ、でもシンプルに取るのも、取ってもう一回角打ち直すとか風なるとかでも十分厳しい。そうですね、これ取るっても厳しいですね。うん、これオアなの。これはちょっと差がついてしまう。なんと阿部さん。はい、後手が4-2同じく角でなっていきます。これは達也さんに交代ですね、打つ人が。はい、はあ、まあでもこれ同玉でも頑張るしかないですね。5-3金打たれて打たれちゃいますけど、う
まあ、全部取って裸の王様で頑張るという。頑張るという。あ、意外と捕まえづらいっていう可能性もあるんですか。まあ、はい、後手同玉です。ちょっと正しく指されたら苦しいですけど、ただまあ下段に追われるよりは中段に上がった方がこの逆転の可能性はありますね、うんうん、なるほど。そうですね、先手は歩がありません。そうですね、歩切れなのが、さあ逃げ切れますかね後手の方は。はい、金を打っていきます。先手が5三金です。うん、同飛車同歩成同玉までは進むと思うんですけど、なんかあいつが出てきそうな。はい、同飛車です。うん、あいつが来そうな気がする。うん、あいつですか。なんか寝てるのが。あこれですか。そいつがなんか働き出しそうな感じがちょっとします。大きな駒が狙ってますもんね。なんだかサボってたのが働き出しそうな気がします。うん、その子が飛ぶやつですね。活躍しそう。はい、同玉と取っていきます。確かにこれは厳しいですね。うん、はい、5八飛車でなんか5四に行くぐらいですけど、これでこう挟まれるとちょっと挟み打ちですね。きつい。あ、先に打ちましたね。5一飛車ですね。しかしこれ合駒を打たざるを得ないか。達也さん何考えてるんですかね今。なんでこうなったできない。合駒、合駒どうしたらいいんだって。とりあえず勝負のことは考えてると思うんですけど、なんだろうなとか思ってんのかな。最近達也さん食うたびにへこんで帰るんですよね。そうね、確かに帰り、レベルが、うん、スリアロ将棋のライングループでもこんなのすごい怖い。これ行くのやだみたいな。あ、先手は5八飛車ですよ。これは先生こんなの見たこと私ないですよ。ダメですか、これ怖い。これ心からダメですね、打てないですね。これはうん綺麗に決められましたね。投了するってことですか、もうすぐ。まあでも銀打って、はい、銀打ちます、うん、まあ、これ多分おそらくこう切られてほぼ詰みなんですけど、うん、まあでも他の手を指すかもしれないですよね。やっぱ飛車渡すのは怖いですから。これが本当のハサミ将棋。うまいこと言う。そうですね。コメントで何かありました。ダブルボギーしたから負けたんですか。ダブルボギーの作戦は良かったんじゃないですか。切ってきましたね。ダブルボギーは悪くなかったと思うんですけど。先手は5、4、飛車です。お、決めに行きましたね。でもこれね、一つ間違えば飛車を渡すとこちらも先手玉も危ないので。ありがとう。いえいえ、はい、すいませんね。同じく玉で飛車を取っていきました。うそうですね、ここで5二飛車成と一回王手するのが厳しいですね。奈良原さん辛そう。あ、奈良原さんの番じゃなかった。今は福田さんのターンです。奈良原さんが、はい、5二飛車成です。ここに飛車なる、一見流の形。お、いい言葉知ってる。一見流の形、めっちゃ勉強してるね。伊藤先生によく。あ、そうですそうです、一見流の形に持っていくといいっていう。王様だったらどうする。これが王様がここでこう、もし一人だったらどうなの。一人を、多分一見流の剣の字を間違えてるね。一見流間って字だよ、一見流。あ、一人っていう意味じゃないですね。そう、そっちじゃなくて、はい、あ、そういう王様と竜が一つ空いてる状態、はい、これで一見流。あ、
そうやね、1000人1匹しかいないからかと思ってた。多分そっちだよね、今言ってたの。完全にそっちで言ってましたよ。それで、これは即詰みですね。即詰みですか。詰むんですか、これ。そうですね、まあ玉を寄って、はい、一番早いのはまあ7二ると1王手して、うん、まあ何をやっても6五銀と打てば詰むんですね。あ、ほんまに行き場がない。玉を詰ます。詰んどる。さあ先手が5五歩です。なるほど。これは中合いで、まあ、ただこれ同角で、なるほど、自分の番で詰ませると負けましたって言わないといけないからそういう番だ。達也さんに回して達也さんに負けましたと言わせるという。そんなことあるんですか。あれ違う手さ、竜の方で取っていきました。いいんですかね、竜だとちょっと、あ、こちら気まずいですか。はい、そして、まあ、玉寄ります。まあ、これも詰みの、はい、後手が7四玉です。これも詰みですかね。そうですね、まあ詰まさなくても、はい、取りました。先手が6五竜です。竜ですね。まあ、ただおそらくこれ8三玉と逃げるなんですけど、まあもう銀を7五の銀を取るのかもしれないですね。8三玉です。まあ、6三竜で詰みだとは思うんですけど、詰ませて勝ってほしいな、詰ませてほしいな。え、詰ませられるときは詰ませて勝つべきですよね、先生。そうですね、ただまあさっきのもう少し簡単な詰みをさあ、はい、そうですね、違う、はい、あ、でも、あ、でも行きましたね、はい、6三竜でこれで詰みですかね。で、まあ合駒をするんでしょうね。この歩を合駒できれば詰まないんですけど、7六に歩があるんで、いい駒を打つしかないんですよね。さあ、あ、これは、ん、あ、ん、ん、はい、九玉です。そうですね、これはまあいろいろありますけど、まあ、8三に銀を打って、ここから逆転することってあるんですか。逆転することは、いや、それは将棋は最後までわからないんでありますけど、まあさすがにもうしないとは思います。めっちゃ気まずそうに長谷川さんがあ、いや、わかんないんですけど多分無理ねみたいな。ちょっとこっから言うじゃん、詰ましてみなよ。これ竜引きました。あ、なんだ、まあ8四に歩を打つんでしょうね。うん、どうやるんだこれ。はい、8四に歩を打ちますね。合駒ですね。うん、私なら空負けるって書いてあるけど、いやいやいやルール分かんないからね。100% は分かんない。うん、うん、はい、あ、投了です。最後まで指しますかね。投了した。あ、投了されましたね。投了ですね。お疲れ様。お疲れ様でした。対局者来るみたいな。はい。じゃあもう一度です。先手の福田さんの勝利です。どうもお疲れ様でした。なんとか先生のアドバイスで結構盛り返せましたけど。なんか複雑な感じです。複雑な感じですね。複雑ですよね。今のね、お助けのやり取りは複雑ですよ、先生。ちょっと気持ち的に。そうですよね。いや、でもすごいいい将棋でしたね。うん。8-7。さあ、皆さん、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いや、でもダブルボーギン素晴らしい。ダブルボーギンがすごい迫力で大成功だったですよね。いい感じだったんですよね。8六銀でですね。はい。そうか、ちょっとでも僕も言っときながら8七銀ちょっと重かったですかね。まあでも嫌な金をさばくために銀引いたんですけど、なんかいまいち、いや、でも銀引きはいい手でしたよね。銀引きはすごいいい手と絶賛されてました。はいはい、あ、そうなんですか。これ頭突っ込みたかったんでしょ。いや、そっちと、そう、詰めるならこっちですけど、歩があるんで銀引いて受ける手もちょっとあった。あ、はい、銀引いた時に歩突かれると、
まあ、あんまり意味がなくなっちゃうんでちょっと難しくて、まあ、9六銀とこう受けた時に、まあ、引きましたけど、まあ、もう浮いてしまった方が浮いてしまうと銀出るからが出てくるんですよね。銀出て同金に歩なるとかいう手筋が出てきて、受けばこの飛車の道を止めることができないので、やっぱり金寄って飛車である狙いも残ってますし、ちょっと引いて歩を打ってちょっと飛車の侵入が遅れてしまったので、それで難しくなりましたかね。まあでも途中そして7一角2六角成の時に4四角合わせたんですかね。あ、そうですね、あれそこぐらいだったから、福田さんの5四歩がかなり厳しくて、そうですね、5四歩いい手でしたね。どうで5四歩振るつかれて角合わせた、福田さんの手はいつも厳しいんですよ厳しい手厳しい手と思ってたんでした。気がされてましたね、はい、があったんですね。ね、そうですね。7二飛車にいて、あ、そうですね。ここは歩をついて歩をついたんですけど、まあもうなんかもうここで攻めちゃう手もあったかもしれないですね。3九角とか寄ってここに角が鳴るとかですね。そうすると取るしかない。取っ、ね、取れば取る、取って次歩が、歩がないのは厳しいんです。取れば同銀で、こっち歩切れなんですね。まあこの金が落ちてるんで、あ、この銀を取ることができるので、別に歩なる手も厳しいですね。飛車もランスにいるので9五歩落ち着いた手かと思ったんですけど、でもやっぱ歩で取りに行くにはちょっとこの歩が厳しかったですね。もうちょっと早い攻めが必要だったのかもしれないですね。でも歩はいい手でしたね。歩ついてここが開いちゃうと6一銀が余計厳しくなってしまうので、うん、からの指し回しは見事だったと思いますね。なるほどね。ここからでまだ角打って勝負だったかもしれないですね。5三に打ち込まれたら5一に歩受けといてくださ い、 あ、はいはい、ここでも角打ってなってですね、打たれたら歩受けといて、そうですね、角打たない方が良かったですね。これ後で良かったかもしれないですね。全然効かなくなっちゃう。いやでも最初この銀どうなるのかなと思ったんですけどもう一枚銀が参加してすごい熱い、いい攻めになりましたよね。そうすると後手ペースだと思ったんですけどね、はい、面白かったです。いやでもいい将棋です。熱戦だったと思います。初戦からいい試合になって、はい、じゃあ次はどのチームがお休みになるんですかね。決まってますかね。いや決まってますね、はい、負けた方が続行です。負けた方が続行で、では奈良原さんと達也さんが、残って太郎さんとケーブンさん、イメージ的に勝った人同士が最後やるみたいな。あ、なるほどなるほど。だから負け、でも負けた人それ2連敗したら超精神的に辛くないですかって言ったら、負けの、まあいいじゃん負けたんだからみたいな最強決めるんだよ最強とか言いながら、うーん、なるほど。負けたチーム続行で新井さんと太郎さんがチームで次戦います。今日は総当たり戦になってますので皆さん2回ずつ指す感じになりますね。できた、うん、ありがとうございます。完璧です。いやほぼほぼ先生がやった先生もありがとうございます。いつもやっていただき、これは英語なんですかね。はい、あ、本当ですか。じゃあこっちに置いときます。さあ、なんか28時間スリアロ番組みたいな企画がなんか今度あるみたいなんですよ。なんか将棋部も一応そちらに、あ、その中に、はい、組み込まれて番組あるそうですので、はい、皆さんぜひ将棋見てください。そうですね、なんか朝の時間帯ですね将棋は、はい、やるそうです。